はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第14弾お送りします。で、今回ちょっと特別って言い方もあれなんですけど、会話文で出てくるやつを5つ取り上げます。なんでピリオドとか、クエスチョンマークで終わってるんですけど、2番と3番なんですが、2番、電話で言う時の May I speak to ホニャララで、3番はお店で店員さんが言う May I help you を訳してください。いいかな。ではまずこの状態でテストしたい方はね、ぜひ動画止めてやってみてください。よし、じゃあ自分の方ね、1番からやっていきましょう。で、まず1番はもうものすごく有名なね、 Excuse me ですね。で、これでもうすみませんですね。すみません、ホニャララの道教えてくださいとかっていう時に使います、 Excuse me。 で、次が電話で言う時の、May I speak to ホニャララです。で、これまず訳からいくか、書いちゃうと、あ、電話だよ、電話なんで、ホニャララはいらっしゃいますかっていう。で、例えば、自分と、見てくれてるみんなが電話をすると。で、自分ね、俺の方がかけた時に最初に言います。May I speak、挨拶した後になりますけど、例えば、じゃあみんなの名前がトムだとしたら、May I speak to Tom って言うんです。でも、電話出てくれたのが、例えばみんなのお母さんだとしたら、で、違うじゃんか。だから、トムさんいらっしゃいますかって、トムいますかみたいな感じで使えます。May I speak to ホニャララ。いいかな。これで、ホニャララはいらっしゃいますかっていう。で、絶対の流れではないんですけど、模試とか受験でよく出てくるのは、その電話口でこの会話があるでしょ。で、電話するんやけど、いないんだよね。で、いなくて、じゃあ伝言残しとこうかみたいな、そんなやりとりに繋がることが多いんですが、そのスタートのとこですね。May I speak to ホニャララ。で、せっかくなんで、May I について、後でちょっと解説というか、ちょっとだけ書きますね。ただ3番も May I なんで、まずこっち行っちゃいます。で、これはお店で、店員さんが言う May I help you ですね。May I help you? で、これですね、よく訳されるのが、いらっしゃいませって言う時に May I help you って言うんですよ。で、これ直訳すると、これをね、 May I help you を直訳すると、 May I がほにゃららしてもいいですかなんですよ。ほにゃらしてもいいで、かなり丁寧な言い方なんですけど、で、 help 助ける、あなたでしょ、言うだから、あなた助けていいですかっていう感じなんです、直訳するとね。で、どういうことかっていうと、例えば、店員さん店入りますよね。で、店員さんが来て May I help you? って言ったら、いらっしゃいませなんですけど、なんか助けましょうかみたいな、助けてもいいですかっていう、何か探してますかみたいな感じです。で、それを言うことによって、こっちの買い物来た側、特に会話文でテスト出てくるときは、今 T シャツ探してるんだけどみたいな、じゃあこのサイズどうですかみたいな、ちょっと大きいわねみたいな、そんなやり取りをしていくっていう流れになっていくんですが、その最初で、May I help you? って言うと、いらっしゃいませになります。で、これは今回、最後消しちゃいますけど、出てきたんでね、正確なんで書いておきましょう。復習がてら。この May I ですね。May I ホニャララ。で、これで、ホニャララしてもいいですかっていう許可を、取るときに使います、 May I ホニャララ。で、これは Can I、Can ですね、 Can I って言え、もう同じ意味になるんですけど、 May I、 こっちの方が丁寧です、言い方として。だから、この店員さんのところで、参考書とかによっては、 Can I help you も Can の方ね、書いてあったりするんですけど、自分は店員さんは May I help you の方が、しっくりきますね。 Can I だとかなりこう、なんだろうな、フレンドリーというか、友達同士みたいな感じになる印象があるので。でも、can I も一応同じ意味です。丁寧さが若干違うんですけど。書いとこうか、せっかくだしね。上行けるっしょ。can I と。これも同じ意味となります。復習がてら。これ最後消しちゃいますけどね。で、次が alright ですね。alright。で、これで、これね、会話するときに、その、なんてだろう。一応分かりましたっていうのが一番有名というか、よく使うんですけど、流れでね、会話の流れで、分かりましたってこれで訳さなきゃいけないっていうわけじゃないの。同じように訳してもらっていいんだけど、会話に合うように訳しちゃって構わないんですけど、ちょっと alright、ちょっと分かったよ、みたいな感じで訳してください。で、この、分かりました
は同じのが結構あって、でね、何種類かあると思うんですけど、例えばすごい分かりやすいところで言ったら、まあ、OK とかそうだよね。OK みたいな。もうそうだし、これちょっとあれか。これ最後テストしたいんで、3つに分けるか。ちょっと車線引きますね。で、OK がね、テストとかで出てくることあんまりないイメージがあるんですね。分かりやすすぎちゃって。次がこれです。Sure です。これ結構出てきます。同じ意味です。なんか言われた時に、分かったよって、Sure みたいな感じで言う。で、もう一個、ぜひね、覚えておいてほしいのが、これ長いんで結構狙われるんですけど、Certainly ですね。Certainly。これも分かったよっていう、同じような訳で使うことができますので、まあ、せっかくなんでね、この All Right と一緒に、OK、Sure、Certainly もう全部ね、覚えてもらえたらと思います。よし、ラストですね。Could you tell me ほにゃらら。Could you tell me ほにゃららです。で、これで、ほにゃららを、まあ、教えてくれませんか？でも最後、あれか、はてない数字じゃないんだけどね。ごめんごめん。癖でやってしまった。ほにゃららを教えてくれませんかって。で、これが、Could you、ここ書いておこうか。まあ、メアイも今回紹介したしね。いけ、ちょっと待って。ここね。Could you で、ほにゃららして、まあ、くれませんかってなります。まあ、よく言うのは依頼ってやつですね。お願いする感じ。これになるんですけど、で、てる、まあ、言うとか教えるって意味があって、み、私でしょ。だから、私に教えてくれませんかって。で、よく会話で出てくるのが、まあ、後ろに、まあ、道ですよね。駅までの道を教えてくれませんかみたいな感じで出てきます。あ、下ギリか。あ、見えるけど、ちょっと待って。でもね、せっかくなんで、ちょっともうちょっと上に上げるわ。と言っても微弱なんですけど、してくれま、こっちの方が多分見えるかな。ごめんね。 OKOK、OK, OK、っていう感じになります。で、さっきその May I と、まあ、Can I でね、丁寧さの話をしたんですけど、このしてくれませんかっていうのは、今 Could you でやりましたけど、 Can you もいけるんですよね。で、 Can you も同じです。ほにゃららしてくれませんかになるんですが、 Could you のが丁寧です。 Could you のが丁寧。 Can you またね、ちょっと友達同士みたいな、そこまでいかないですけど、ちょっとね、こうフランクな感じになってしまうので、まあ同じ意味なんだというところを確認してもらって、まあこっちの方が丁寧だよっていうのを覚えてもらえたらいいかなというふうに思います。では、今回はね、ちょっと会話文のやつになりましたが、この5個ね、取り上げさせていただきました。さあ、ミスりたくないね。ちょっと待ってね。まず黒からいこう。ここ消して、青は消しちゃいますかね。まあ一応説明でさせてもらっただけなので、多分他のね、時にも話してるんで、これに関しては。よいしょ。あ、電話、まあいっか、見てくれたと思って電話とか消しちゃったよ。よいしょ。で、あとが、OK、手話どっか。いいんでね、同じだから、OK と手話、一応ピリオドも消しておくね。と、サートリーですね。これ消しておきましょう。これまでぜひ覚えておいてください。よいしょ。ああ。これも消しとくか。ちょ、目合いがヒントになっちゃうもんね。これで大丈夫かな？取れない。取れない。夢か。大丈夫そうだね。はい。ということで、じゃあ改めまして、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、引き続き、まあ一応20まで続く、このシリーズね、続けていくつもりですので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。